をかけます。ガレットの生地を伸ばします。全体に丸く伸ばしてます。次はブールクラリテですね。これを塗ることによって生地がカリッとなります。これは卵白です。卵白も全体にまんべんなく伸ばしてます。これはジャンボンブランです。グルイエールチーズです。卵黄です。最後に黒胡椒で仕上げです。一つ折りに折ります。ガレット生地を全体に伸ばします。スプーンにスマッシュバターを全体に塗ります。パソナードです。チョコレートソースをかけます。アローナのチョコを全体に カカオパウダーを振ります。ではガナッシュです。オリジナルのチョコレートプレートです。シャンティを絞ります。
チョコレートアイス。完成です。ここ虎ノ門ヒルズ園は2020年6月にオープンし、カフェやお菓子、パンなどを気軽に楽しめるお店です。既存の味を気軽に楽しんでください。一つ目はコンプレットです。卵、ハム、チーズ、素材にこだわり、とてもシンプルな料理です。ガレットはチョコレートのいろいろな食感が味わえる甘いデザートガレットです。はい、大丈夫です。ぜひいらしてください。